西口改札口ホーム級西口龍国王前、深草駅は、京都府京都市伏見区深草すすはき町にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は、KH33。2019年9月までの旧称は、深草駅。龍国大学深草学者の最寄り駅である。創業時から車庫が併設された、拠点駅で、 1917年には隣接する不格差車庫の検車庫、事務所、留置車両十数両が全焼する火災が発生している。戦争中の一時期、急行停車駅であった。戦後、列車無線基地局が設置される。東福寺変電所の改修工事では、移動変電所が配置された。1960年代末より、京城駅舎への建て替えと、 留置線スペースを転用した、ホーム及び対比線の延長が実施された。1980年3月の淀車庫の完成により、深草車庫は廃止され、駅東側に留置線2本が残されたが、後に一線を撤去して、ホームが拡張された。2010年代に入り、京上駅舎のバリアフリー設備設置工事も兼ねた、建て替えが開始され、 2016年3月末より2代目、京上駅舎の使用が開始された。旧京上駅舎が解体撤去が完了し、すべての工事が終わるのは2016年12月頃と予定されている。2000年代までの駅舎は、バリアフリー設備はなく、西口と改札街を結ぶスロープがあるだけ、また対比線は8両編成の列車が対比可能ながら、 ホーム有効調は7両分しかなかった。これは、ホームの幅が狭いために、京城駅舎への階段を出待ち、柳よりホーム端部に設置せざるを得ないことから1、両分のホームの用地が犠牲になっている。ホーム南側は、京都府道201号中山稲荷線の古い、古線橋が覆う形となっているという2つの理由で、8両編成分のホームへの延伸ができず、 またホームの狭さゆえにバリアフリー設備の設置が困難だったことによる。これを解消するため、国土交通省の鉄道駅総合改善事業による補助を受けて、京都市が車椅子対応のエレベーターなどのバリアフリー設備の設置を計画した。2014年度着工、後期約3年で、従来の駅舎の南側にエレベーター4基を持つ。 新橋上駅舎を新築することが決定。それに合わせて、ホーム幅も2メートル拡張される。なお工事の事業主体は、京阪グループの第3セクターである中野島高速鉄道となり、実際は京阪が受託する形で行われる。島式2面4線のホームを持つ、対比設備を備えた京城駅である。京城駅舎は、 ホームの出待ち穴木寄りに設けられている。改札口は一箇所のみで、東西に出入り口がある。かつては、駅のホーム屋根の柱は、深くさに合わせて、新緑色に塗られていたが、新駅舎に完成に合わせて、グレー系に塗り直された。2016年3月末より新駅舎が、使用開始された。また、車椅子対応のエレベーターが4機。 オストメイト対応の多目的トイレも設置され、照明設備は LED 化された。2009年11月10日の上降辞任は1963人である。近年の1日あたり、利用客数の推移は下記の通り。東口前、西口前、東側入り口前に飲食店が数軒あり。 JR 奈良線の踏切を渡った先には500ラカの石仏家で知られる石本寺、京都最古の多宝塔の残る宝塔寺がある。西側入り口前に自転車置き場と有料駐車場がある。京阪流国大前深草駅にはバス路線は乗り入れていない。また、名神高速道路にある深草バスストップは同じ深草を名乗る。 当駅から約 1km の距離にあるが、京阪本線におけるバスストップの最寄り駅は隣の藤森駅である。ありがとうございます。